ウィンザーは、イギリスのイングランド南東部、バークシャーに属するタウン。西隣のメーデンヘッドと共にウィンザーメーデンヘッド、王室特別区という独立行政区を構成している。ウィンザー城の所在地として有名。城は丘の上にあり、そのふもとをテムズ川が流れ、川の対岸には、名門港イートンカレッジが位置する。ロンドンのチャリングクロスから3 4トルの位置に、あり。 鉄道で1時間ほどなので毎年多くの観光客が訪れている。11世紀のウィリアム1世がこの地に木造のモッドベイリー形式の砦を築いたのが始まりで、その後何世紀にもわたって建て替えられてきた。木内はローアー、ミドル、アッパーの3つのウォードと呼ばれる部分に分かれている。ウィリアム1世の砦は現在のウィンザー城のミドルウォード。 円形の塔の部分に建てられたものであった。ヘンリー2世は木製の防壁を石造りにし、また初めて石造りのキープを建設した。ヘンリー3世によって建設された西部の防壁は、その一部が現在にも残っており、現存するこの城の最古のものである。1350年により、城はエドワード3世によって一部を残して取り壊され、新しいものに再建された。 またその後も建物が追加、改修されていった。ウィンザーには、ウィンザーイートンセントラル駅と、ウィンザーイートンリバーサイド駅の二つの駅がある。ロンドン中心から鉄道を利用した場合、それぞれの駅への主なルート二つは次の通り。人口三万人の小さな町ではあるが、ウィンザー城などを目当て年間約七百万人の観光客が訪れる。また、 主なテーマパークとしてレゴランドが所在する。ありがとうございます。